こんにちは、将棋棋士の瀬川翔司です。今みんな勉強で手一杯で、大学入った後とか、考える余裕はないとは思うんだけれども、大学というのはもう、入れば、それから、今までに、経験したことないような、いろんなことがあるので、その中で自分の夢というのを、見つけていってほしいと思います。私も大学行った時は将棋のプロになる夢が破れた後で、もうどうすればいいのかという時期でしたけれども、大学でいろんな経験をしていくうちにまた将棋の面白さということに気づいて、でこうして今現在、プロ棋士となって、だから大学の生活がこう自分への夢に近づけてくれたと思っています。体に気をつけて、ぜひ勉強を頑張ってください。皆さんの合格を祈っています。